現場音楽寄りですよね。私たちはクラシックはクラシックなんだけど、立ち方さんのタイミングで、そう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 、で太鼓の子とかも太鼓がやっぱり打つの で、ね、慣れてる子の場合と慣れてない子の場合に、はいはい、合図の仕方が変わってきたりとか、ね、こういう位置でやってるんですか。そうです、もうすぐ横太鼓と大太鼓がここにいるの。あって、そうですね、場所に寄せによりますけど、まあ同じような空間であるので、お座敷の広さも、もう向こうとこっちでやるから。そうなんですか、うん、へ、太鼓の子は踊りもやるので、私たちのは例えば上手に控えたら、彼女たちは下手 で、で打ったらすぐ踊れるように。そうそうそう、そっかそっか、立ち方さんが大変なんですね。そうなんですよ、うん、なるほど、そっかそっか、だからいろいろやってあの人たちも大変だと思うんですけど、うん、あ、そうなんですね、うん、なんかそっか、なんか似てるっていうか、そうですよね、前座さんが、私たちは別に太鼓やる、前座さんが一個入れたての、まだ二十歳、うんうん、そう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 、そこそこの、うん、打ったこともないみたいなのをやるんですよ。一生懸命覚えて、うん、ね、自分たち落語も覚えなきゃいけないですけど、そうですよね、そう、落語と太鼓とやって、だんだんできるようになった頃にもう前座を卒業して二つ目っていうところになっちゃうんです、うんうんうん、お姉さんたちを2つ目とかそういうのはないですよ。ないんです、ないんです。だからずっとお林さんはそこにいなきゃいけないというか、うん、前座さんと同じような立場でいるので、そう、なんか一番上の人でも、そうですね、別に何もこう昇進するみたいなのはそうないので、そうそう、同じお給料なんですね。だから入ったばかり、そう、給料はちょっと上がるんだと思います。まだわかんないですけど、そう、少し上がるんだ。私たちは同じなんですよ。同じなんですか、うんうん、へー、入りたてでも80歳。なんでなんでとかそうなんですか。でもやっぱり昔のお姉さんとかの様子見てると、若い子が売れてるから私たちも呼んでもらえるっていうような考えでしたね、へー、なんか若い子、売れてる若い子とかにもすごい気使ってたし、へー、うん、あ、そうなんですか。そうそうそう、あ、それびっくり。へー、だって意地悪だと売れないから、私たちも。なるほど、うん、そうか、うん、あ、でもちょっと待って、そしたらそのな、若い子に意地悪はしないってことですね。うん、あまり座ってるってことないの。そうですね、あの寄席には、うん、昔は全部正座だったんですけど、うん、4時間とかあるので。そうですよね。そうで、膝を壊すお姉さんたちが運動してくださって。そうですよね、お冬姉さんもすごいらしい。そうですよ、でもそれこそお冬お姉さんが、うん、あの各寄席に椅子を置いてくれたらしいです。うん、いいん、生産しなくていいんだよ。だそうだったもん。そうそうそう、お冬さんっていうのは共通の知り合いで、はい、お寄席林の上一番上だったのかな。そうですね、一番西さん入ってた。はい、そうです、うん、私たちの研修所で先生で来てくださってて、今年引退されて、ね、はい、この間メール来ました。あ、本当ですか。そう、そう、私はにとっては清本の先輩に当たるんですけど、そう、すごく優しくて面白くていい人だったんで。そうです、そうです、うん、寂しくなりました。ねえ、はい、ね、定年制なんでしょう。そうですね、うちの落語協会は一応、うん、70歳に定年があって、73歳までは働けるんですけど。自分で更新するの。そうですね、1年更新、うん、お冬姉さんはもう70歳であの故郷に帰られて、そうなんですか。皆さんみんな止めて、もうちょっとやってくださいって言ったんですけど、ね、はい、人気ある人はね、引き際がなんか美しかったですけど。浅草だと、まあ、私ぐらい40代が多いんですけど、あ、でも一番上でも70代かな。あ、そうなんですか。うん、寄席林も落語協会は今多分40代が一番多いですね。あ、やっぱそうなんだ、はい、あ、一番上の方だから60代。あ、そうなんだ、ね、70以上は今いらっしゃらないと思ってます。60代も少ない感じですか。少ないと思います。浅草さんもそうなんです、はい、あ、そうなんですか。20人ぐらいしかいません。あ、そうですか。地方さんが、うん、違う、地方は3人。え、そうなんですか。そんなしかいないんですか、うんうん、でもね、みんな引き歌いできるから、
なんで歌だけとかだと大変。あ、なるほど。結構町によってそういう方もいらっしゃるんですけど、はいはい、一人でどこでもやれる。そうそうそう、じゃないともう売れないからって言って、私が入った頃からはもう絶対弾き歌いって言われて、私歌しか歌えなかったんだけど。あ、なるほど。え、そっち何人ぐらいいるの？うちは今落語協会が14、15人ですね。へで、芸術協会があるので、うん、そっちにも、多分10人前後かな。あ、でも寄席の数に対しては少ないか。そうですね、ちょっと少ないかな。芸者さんってそんな、地方さんそんな少ないの？少ない少ない。芸者さんっていうと多分なんかこうね、華やかな方を目指すから、はいはい、こういうのがあるって知らないのかな。寄席でしくじったら、そうそうそう、ぜひ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 、私もじゃあ芸者しくじったらそちらに